盆栽村の楓通り、大宮盆栽村は埼玉県埼玉市北区盆栽町にある盆栽業者が集団移住して形成された地区。単に盆栽村と表記されることもある。埼玉市北区南部の盆栽町に位置する。盆栽業者と盆栽愛好家が集まる村を目指して作られた経緯があり、現在も数軒の盆栽園が残る。 1923年の関東大震災で被災した東京小石川周辺の盆栽業者が当時通称源太郎山と呼ばれていたこの地に移住して形成された地区である。盆栽業者たちは東京の壊滅を機に梅園などで汚染された都心を離れて盆栽栽培に適した広く清涼な水、空気のある土地に移ることにした。目をつけたのが 関東ローム層の良質な赤土に恵まれた草深い武蔵野の山林地帯であった北足立郡、大宮町、大佐戸村の町村境付近であり、土地一帯を購入して、東京の先進都市を参考に町づくりを始めた。近い将来、自動車が普及することを考えて、当時の住宅地としては過剰に広い区画道路を五番の目に整備した。道の両側には桜、もみじ、か ケヤきなどの木々が植えられた。また業者と愛好家のための町づくりを趣旨として、移住者に対して、盆栽を1チ以上保有、平屋に限る、生垣にする、門戸は開け放つ、などの条件をつけた。当時、何もない場所に民間人が一から町を作り上げた点で、非常に珍しい存在であった。1925年頃、東京から、 はじめの数件が移り住んで、盆栽育成に努力すると、地元の業者や愛好者も刺激されて、移り住むようになり、1928年には、盆栽村組合が結成され、以下のような住民協約が結ばれた。ここに居住する人は、盆栽を18以上を持つこと文句を解放し、いつでも、誰でも見られるようにしておくこと他人を見下ろし、日陰を作るような二階家は作らないことブロック塀を、 作らず、家の囲いはすべて池垣にすること1929年の総武鉄道開業で大宮公園駅資金となり、改村後20年足らずで盆栽村と周辺に合わせて30件もの盆栽園が開かれた。1940年11月の町村合併に伴う旧大宮市成立後、17年後の1957年には、それまで大宮、土手宿、トロ、 西本郷に分かれていた盆栽村一帯をこれらの地域から分離して全国的にも例がない盆栽町とし以後正式な住居表示として使用されている。1940年代に第二次世界大戦が勃発すると戦時統制の下盆栽は贅沢品とされて軍や周辺町村から嫌われて圧力がかかり、また村内の若い業者や愛好家の兵営 徴収によって廃業が相次いだ。村は有力盆栽業者を徴収を避けるために自治会長に据え、たまたま村を訪れた陸軍元水寺内都市の庇護によって圧力をかわしながら細々と盆栽園の営業を続け終戦を迎えた。戦後にも沿道の樹木が燃料として伐採されるなど霊遇されたが、 アメリカ軍の爆撃調査団が大宮を訪れた際に村に立ち寄り、盆栽の芸術性を高く評価してアメリカに紹介すると海外から注目されて外国人が訪れるようになった。また戦後復興とともに盆栽愛好家が再び増加し、経済成長によって観光客の来村も増え、活気を取り戻した。また国際行事の際には日本文化、 日本芸術としての盆栽を展示、または寄贈する習慣も出来上がり、世界的な盆栽普及に貢献した。1965年に日本盆栽協会が発足した際、村内の道路には植えられた樹木ごとに、桜通り、柳通り、カエデ通り、欅通り、モミジ通り、市で通りの名前が付けられた。2008年には、大宮の盆栽が、 埼玉市の伝統産業に指定された。次第に盆栽町は地下高等や相続税問題などが原因で廃業する盆栽園が続出し、最盛期には30件ほどあった盆栽園も2011年には以下の5件を数えるのみとなった。1984年より毎年5月3日から5日まで大宮大盆栽祭りが開催されている。ありがとうございます。